本間洋先生です。このインジケーターはこれですね。このインジケーターになってます。パラメーターはこのようになってますね。それでね、このインジケーターは中心からですね、これが落ちて抜けるよっていう時にね、次にその進方向に順張りすると、こうやって抜けるよっていう時ね、ここですね、ここを通すんですね。でこういうフェイントがありますから注意してください。これ抜けるよーっていう時ね、まあ大きく抜ける時ね、このように高くね、こう高く、そういう時狙うのがモットーですね。そういうインジケーターです。例えばこっちでもやってますね。これフェイントがありますから、大きく上がって、これフェイントですね。でここですから、ここで下だったら負けちゃうわけですね。これ難しいですね。上がってフェイントして、ここから落ちたと、うまく抜け切るような時ね、の結構落ちてきたっていう時の月ですからね、移り変わり大きく変わってますね。これも抜けて今度上行くよって言ってますね。それで次で勝ってます。これでも勝ってますけどね、ここからね、難しいところですね。1日に何千本もありますから、この投資方法はね。こういってこう抜けるよっていう時ですね、こっからこっちですね、勝ってますね、しっかりね。だけどこの差がねないから、この抜けるよっていう時のこれで上ですね、ここの上下変動が激しいところを見ていただきたい。このインジケーターの入手方法は、私のテレビを100本以上見れば探せると思いますよ。ね。広告料、僕はお金欲しいですからね。ただじゃちょっと、皆様方ただで、広告料をね、私のお金にならなければ意味ないですからね。これはフェイントだけど、上がってここも起こってきたよっていう時ですね。次で言ってますけど、一応勝ってますね。越せれば勝ってんですね。そしてこう、ここは次勝ってますね。だって簡単ですね。ここを抜けて落ちるよってここで見るわけですね。でここで勝ってる。これ上に抜けるよっていうんで、これは負けてますね。ここだけですね。抜けるよって言って、これ流れてる時はダメですね。だからこう平均誘導線見て、流れてる時をよく見てもらいたいですね。これはあの平均誘導線引いて、こう全体が落っこちてるでしょ。だから落っこちてくるから、逆に上から下に行くときね、こう落ちるとき、こう落ちてるでしょ。で次勝ってますよ。そういうふうに見えるんですね。ね。これでも勝ってるしね。これでも勝ってる。これでも勝ってる。これでも勝ってる。
これは戻っちゃったからね。これもかですね。このインジケーターはこれです。この入手方法は私のテレビをたくさん見れば載ってますから。入手方法、分かります。無料で入手方法が分かります。ただし、皆様方は無料ですけれども、チャンネル登録するように、ね、チャンネル登録は必要です。なんかずーんとビューンと突入してるから、ここを見るでしょ。ここを見て、この真ん中ですね。次上ですね。勝ってますね。ここはすべてもいいんじゃないの。こってきたときは、この足の直行が多いね。こう戻ってきて、これはもう下行っちゃってるからだもんね。こちらを見てみましょうかね。これ上行っちゃってるでしょ。さあ下に落ちるかなって言ったら、これがねついてきゃいいよね。これはいい感じだから、これ上に行く時期だね。あ、下行っちゃったからダメか。あんまガチャガチャしてるからダメね。これは上に行きそうな時期だね。これも上に行きそうな時期だね。これも上に行きそうな時期だね。これいい時だね。これ上に行きそうな時期ってね。3回ありますから、ね、これ下に行きそうな時期ですね。高校来た時に打つようです。これね、ね、はい、これも下に行きそうな時期ですね。チャンスですね。まあまだダメですね。これ下ついてからまだダメですね。上がっちゃう可能性ありますね。あ、ここで下ですね。ここで下か。下落っこってきたね。
上がっちゃったですね。難しいね。やっぱり徐々じゃなくて急激にね変化してるところがあるね。ね。でここで勝った。